スペインもそうですけど、まあ、イタリアそのよりジャーナリストが一人一人こう人脈パイプ持ってこうかなりねこう情報源食い込んでるんじゃないかなと思うんですがそういうジャーナリストを北川さん捕まえてるんですね。 まあ有名どころももちろん知ってますけど、そうっすね、僕、あとパパラッチが結構知り合いがいるので、パパラッチが一番いいんですよね。ああ、そうなんですよ。いですよ。ワンダナーラさん、以前話したことあるですワンダナーラさんの話とか、むっちゃ面白いですよ。彼女は、こう、パパラッチに捉えるときも、捉えたら、ちょっと見してって、映りを気にするんですこれで、パパラッチ枠、ワンダナーラさんは、例えばワグスでみんな集まるじゃないですか。必ず真ん中にいるんです。へぇ。端にいないんですよ。 もう出たがりだから恥は嫌なんですって。あの子を撮るときはもう必ずあいつは真ん中にいる <laughs> で。自分一人のときは変だと撮り直してっていうんです<笑><笑>え。そういうパパラッチの方っていうのは基本的になんかそういう,こう新聞社とか雑誌とかに。 所属してる方なんですかいやいや、契約をして、スクープ、だから今のバカンス時期は、イビサとか行きまくってます。ずっと行くすね。イビサで知り合ったんですよ。僕結構、イビサ遊び行くんですよ。友達がいて、それで、たまたまイビサで紹介してもらって、それで仲良かったんですよ。だから結構、だから写真週刊誌とかで売るんですよね。でも今、結構商売上がったりになってきたのは、ファンの方がスマホで、例えば。 あのスポーツダイレクターと誰々あったっていうと<ー>その人間が最悪パシャッと撮ったりとかするっていうからう意外と商売がし,し,やしにくくなったとは言ってましたななるほどなるほほどどただそういう本当面白いネタっていうかうカメラマン目線のネタは面白いですよ。うん「受け暮れオーラがすげえ」とか「<laughs> やつは放うしてる」とか。<laughs> <laughs> 尻に <laughs> シ,シリコン入れてるからあいつだとかあ、あいつの奥様とか、えー、言えないですけど。セリアの選手だと結構そういうパパラッチにこうもう疲れて、そういう裏での活動は取られちゃってるんですかあ結構取られてるんじゃないですか、だって、うん、ディスコとかクラブとかでも取られてますし、もうもはやパパラッチっていうよりみんながパパラッチじゃないですか。 バカンス時期は稼ぎ時らしくて、パパラッチもバカンス先には必ず行ってますね。結構儲かるって言ってましたよ。ああ、そうですか。いい写真があると。あんまね、これ言うと怒られちゃうかな。いびさとかってやっぱ、行かれたことありますありますよ、いびさ。パーティーアイランドじゃないですか。はい。それで、やっぱ夜な夜な遊ぶとすごいじゃないですか。それで、朝方になるとビーチとかで、もうヘベレゲになってすっぽんぽんなやつとかいるんですって。 夜中とか結構出動してるみたいです。なるほど、なるほど。そういうなんか取れるらしく。ウシュアイヤとか結構有名かな、今、ホテルがあるんですけど、そことか結構。そういう場所ですからね、まあまあまあ、ねもうみんな別荘持ってるし、ボート横付けできるし、そんなとこだから、パーティーアイランドなんで、結構、夏の間はほとんどいるって言ってました。はい と北和田さん、セリアの中継に話戻したいんですけど、現地でお住まいになってもう13年とかお住まいになって、ええ、まあ向こうの現地の,その中継も、ね、スタンダードもご覧になって、今、日本でセリア中継担当されてますけど、も、はいはい、どういうふうにな今、スタンスでセリアの中継は関わっていらっしゃいますか。日本ではま,まだね人気もまあさほどないので、うん そのたんたんまあまあ、して僕結構一人しゃべりも多いんで、うん、夜中の3時45分にライブで起きてください方に淡々とやってもお経にしかたぶんならないので、まあ、そこはな,んかなるべく楽しく、うんうん、アップになった時に面白いネタが言えるような感じではやってますけどあとハーフタイムはもう明けのところはもう普通にしゃべっても面白くない、うんうん、もうそこで大概あの面白いネタバン 動画とかでバーンと入れて、うん、で、キックオフになったら切り替えてもらうとか、そういうなんか、楽しく見てもらえるように、うん、へーとかいうのが、なるべく、まあ、何個か散りばめられればなとは思ってますけど、ねうんうん、あとは、まあ、ファンの皆さんが知りたいことを、まあ、なるべく現地に確認をしたりとか、わ、うん、からなければわからないで、うんうん、そういう感じですかね。とにかく、まあそうです、ね、広く浅く、あんまり怖すぎても、わかんないと、ね、うん、ファンの皆さん増えないので、うん、多分、 小沢さんもそうだし、細江さんもそうだけど、やっぱ、うん、なんですかね、日本で、イブで、うん、例はリーガーとかにしても、セリアにしても見られるって、うん、っ奇跡だと思うんですよね。うん、てか、例えばダゾーンなり、うんえー、他のメディアさんでもそうですけど、リスク取ってお金払って取ってるじゃないですか。はい、だって加入者増えなかったら、払ってる意味がないので、と、うんはい、いうことはやっぱりパイを増やさないといけないので。うん あんまり怖すぎてもね、あれなんで、そこはだからなるべくライトに面白く見てもらえればいいなっていうのは思ってやってるんですけどまあ、あとはその北川さんといえばロマニスタって,て <laughs>、はいうのも今やこう誰もが知ってる、でもイタリアでもやっぱりそういうメディアで働いてる記者とかでもその自分のバックボードが自分の好きなクラブなんか公言して、普段活動されてるんですそういう方々が、まあ、例えばスカイとか d a z o ンなんかは別に。 地元のラジオ局とかチャンネルあのミランのクルデリさんっているじゃないですか、うん、興奮してよく、はい、日本のテレビでも有名になったあの方なんかはやっぱりそういうのを売りにしてやってるんで、うん、大概やっぱりそういう方多いですよね、うん、インテル版ならインテル版、うん、ミラン版ならミラン版ローマラツィオとかユベントスとかと、まあ、基本はそういうのはちゃんと分かれてますかね、うん、だから平等にやってるのはイタリア国営放送とか、うん、まあ放送権を持ってるところはなかなかそういう人は まあ難しいですかね今だとイタリアは全部セリアも含めて例えばチャンピオンズリーグでも有料でこう配信とかこう放送契約しないと見れないっていうそうですねダゾーン基本、えーとえー、とリーグはダゾーンと、うん、でそこにやっぱスカイがあの入札に負けて、うん、スカイも何試合かできるになっんです。うんで チャンピオンズリーグは確かに地上波やってたと思うんです。おお、まだやってるんですね、はい。やってません、ね。<ー>チャンピオンズもちろんイタリアのカードだけですよ。うん、他のカードはスカイがな、うん、やってたと思いますけど。その説一つ、また、あ、例えばイ,ベントイタリアのやつを地上波でやるとか、まあ、そこはメディア設定というベルルスコインさんをお持ちの、うん、ところがやってらっしゃいましたね。イタリアなんかで言うと、例えばサッカー人気、その加入者増えてない。 今、スペインだと、ね、こうマドリード・ペレス会長が若者がサッカー離れだから,だからスーパーリーグやらなきゃいけないんだみたいなことを言ってそういう話も結構出るんですけどイタリアってそういう話はありますいやでもダゾーンはすごい加入者数らしいですあ逆にすごいんだ、はい、加入者としてはカードの何ですかビューなんかもすごいって聞きました。うん、あそうなんです、ね、<laughs> はい ただ、まあ、全体的に確かに減ってはいるんだと思うんですけど、うん、ただその、じゃあ、日本に比べてとか、うん、比べたらもう圧倒的にすごい、まあ、それだけスポーツの,その細分化されてないというか、見るものが限られてるのがあるじゃないですか。うんうん、日本でもも野球ああるるサッカーあるわあ F1 あるわ、バスケット、B リーグあるわってこう分かれちゃってるし、うん、娯楽も多いので、うん、ですけど、でもやっぱりスタジアムなんかもコロナがあって、まあ、いい,いこともありましたけ悪いこともあったら、やっぱりスタジアムに結構、見たかった人が戻ってきてますよね。それはなんか、まあ、高罪で、見られなかった分、欲求があるから、がっとこう押し寄せてる感はなんか感じますけどね。だから、もしかしたらコロナもなんか、悪いことばかりじゃなかったかなとは思います。うんうんうん まあそうやってこうセリアのこう中継とかそのご自身のスタンス作りも含めて僕は本当に北川さんリスペクトしてるんですけど今後のねこう日本における海外サッカーとかヨーロッパサッカーなんかでいうとまあとにかく放映権料が右肩上がりで当たり前に向こうは殿様商売で売ってきてるんですけどでも日本はそもそもやっぱ人口減ですし。 で若い人もそうですし若い人だけじゃなくて可、ね、処分所得も含めて時間も含めて、ね、なかなかエンターテインメントにサッカーに海外サッカーにドカンと時間もお金も使える人はどうしても減ってきてると思うんですけど、うん、今後のこう我々のはね、こう普段仕事としてる海外サッカー中継海外サッカー自体って北川さん、今後の未来ってどうお考えですか もうだからもうシリスボミになっていかないことを願うだけですもね。うん、だからまあできることは限られてますけど、放送権量とかね我々がタッチできるもんではないので,ですね、うん、ただやっぱそこはなんかもうちょっとなんかがめつくならないとほしいなと思いますよね。うん、なんなるべく、うん、なんかもっといい方法ないのかなとか。うん、セリアなんか大元はどうなんですかその日本におけるこうマーケットシンスで。 ちょっとまあ、例えばラリーガだとね、こう駐在員を置いて、日本のこういろんなアクティビティも打っていこうみたいな感じでいろんなイベントとかもててああそんな。だからすごいですよね、ラリーガはそういうの。うん、全然イタリア多分ないと思うんですうん、うん、なんか、放送権を束ねるところも変わられたのかな、確かに。だから、うんう、そこら辺もそんな駐在員を置いてとかってないがだから、もっと見習うべきところですよね。 まあそこはなかなか多分プレミアリーグが今のところね、一強時代、独占時代に入ってきてるんで、でそのプレミアとって、ね、やっぱりこれだけ保育金量が高くて、ね、こう買い手が数年ごとに変わっちゃうと、視聴者が振り回されちゃうなっていうのもあると思うので。そうだ、一番困るのはそうなんですよね。うんうん、ただまあ、資本主義だからしょうがないっちゃしょうがないんだと思うんですけど、うんうん、そこはでも何、何か,かを解決する策を考えなきゃいけないんですよね。うんうん、だって、やる人も減ったら、フィガーだって困るでしょう,し、ね、そうですね。 年俸、だ選手の年俸のサラリーキャップ儲設けるなら、放送権利もサラリーキャップみたいなの設けろよって、私は思います。なるほど、なるほど。確かにそうですね。<laughs> ねねね選手の年俸が高く上がるとか言って、いやいや,いやあなた放送権利は半端じゃないじゃないんなんで1か月でそんな何百億なのうんって思うから、なんか言ってることがなんかすげえ、あれおかしいぞって思うときは、うんうん、矛盾してるなと思いますよね。うんまあ、なんとなく。うんまあ,あとはうできる限り 面白くやれたらいいなとその細井さんと、ね、セリアフリックスも昨シーズンやってみてとか、まあ、それ以外でもやっぱ近年、ダゾンにおけるセリア中継で北川さんに、まあ、ツイッターやってらっしゃらないですけどいろんな反響返ってきてるんじゃないかなと思いますけれども、はい、やっぱり反応手応えはありますか手応えですか、どうなんすかねだってみんな大好きですよ、北川さんのこと。 大好きかどうかわかんないですけど、まあ一応ね、ヤフーのリアルタイムとかでそういう書き込みはたまに見たりはするんですけど、どうすかね、もう手探りですよね。もうん、ダメならもう普通に戻すし、うん、なんかうん、結構毎回手探りですよ。テレリ,リアフリックスだってもう不安でしょうないですもんね。<laughs> 本当に、いやいや、本当にもう毎回だから、どう,どうやってやろうとか。うんもう 結構不安でいっぱいですけどね。いや、でも、セリアの大本がやっぱセリアフリックスとかやっぱチェックしてたりで、北川さん、細井さんの活動に感謝すべきだと僕は思っますけど。いやいやいや、そんなことないですよ。<laughs> あれはやっぱりえ映像美まあ、あのね、うん全、全フリックスそうですけど、あの映像美があって、うん、でナレーションが、うん、セリアに関してはもうあれが綺麗なんで、でうん、ぶっちゃけ言うとあの、セリア大好きな方があれ、うん とかなってるんですだからそういう意味ですごく映画地区に作ってくたんでそれがやっぱり僕は見どころだと思ってるんで我々のくちゃくちゃしたしゃべりはもうどうでもいいんですいやいやそれも大事それをやってのは映像日ですいやそういう意味ではなんかうまくできてますよね前も僕フリークス行ったんですけど火曜日にそうやって月曜の後だからあまり固くやってもあれなんでちょうど小沢さんの「 真面目にやって週末モードに入ったのが一番いいんです。いやいや、本当に本当に。一番うまくできてるなと思って。で、ね途中、木曜日、フットボールタイムあって、うまくできてるなと思って。は水、木金と。素晴らしいなと思って。プロデューサーすごいなと思って。すごいですね、確かに。お茶だけでこう、お茶だけからこう、真面目に入っていくっていう。 原さんおっしゃったの J リーグのなんかピッチリポーターとか小沢さんやったらいいなって小原さんおっしゃってて、はい、確かにそうだなと思いましたね <laughs> や, <laughs> やってみたいですよ僕本当にいや絶対いいと思いますよ <laughs> あとね1回だったらラリーガーも一人しゃべりやらってらっしゃいましたもんねそうです,そうですはい楽し見ましたし、はい、いやいやいいととい北川さんもでも全然そのリポーターっぽいことはもともとやられてたしできるい,でいやいやいやあでもそう良かったのは日本代表の2000年のワールドカップは僕全試合 あれはいい経験でしたねものすごい,すごいサッカーは全然見れなかったですけどベンチばっか見てたんですけど、うん、あベンチもこうアシスタントコーチと監督が戦ってんだなとかそういうの見られたんですごくいい経験でしたねあの2002年のワールドカップは。うんうんうん 一緒にやりますよリリーーーグのポいやいや、俺なんか全然、<laughs> 小沢さんみたいなのもできませんから、<laughs> いやいや普通のアナウンサーと同じになっちゃうから。<laughs> 絶対でも、桑原さんにおっしゃるのは、なんかわかる気がします。うん、なので、女性のアナウンサーに言われたら、私たちの仕事って言われちゃうかもしれない。だけど、なんか小沢さんは、なんか、あっ、桑田さんおっしゃったように、ああ、やるべきだなって思いましたね。<laughs> 鋭い質問は多分ね監督にあるでししょうしスペイン人監督も多いいじゃなでですすか今そうですね今ねス、ね、スペインにスペイインンに語圏の方々が多いから、うん、すごく理にかなってるんじゃないかなと思ったりするんですけどね北川さん、J リーグもちょくちょくチェックされたりするんですかたまに見てますね、でもなんか普通にこう詳しいわけでもないのでこう見て、うん、ああとか思いながら、うん、結構見たのはザーゴがいたとき元ローマン選手、ね、ちゃんとお座頑張れと思ったらやめてっちゃいました。<laughs> ですね。 でもこ神戸のゲーム見てましたよ。ああ、そうですか。うんあと今、ね、今、ねあいつもいますから、えっ、ー、と、えー、あれ、どうせちゃった。あの、スペイン人。えー、あれあの、セルチクイ。ボージャン。ああ、そっかそっか、ローマンにいましたもんね。はい、ボージャン、頑張ってほしいなと思って。うん,うん、うんね。あんま出てないみたいですけど、ね。 北川さん最後にねこうに僕日本代表の話もちょくちょく動画好きなんですけど結構その今後ねワールドカップとかってその4年間こう積み上げて4年に1回ワールドカップでねこう試すっていうスタンスでもいいと思うんですけどでもそうじゃなくて例えば今回ラングニックがオーストラリアの代表監督にパーンってなったみたいにその4年間は一応やるんだけども結構ヨーロッパの スペインもそうなんですけどもうクラブチームのように選手パッと集めてこれやるよって言ったらもうそれができちゃうような代表チームになってきてるんで例えば本大会だけそれこそモーリーヌとかペップがいや俺パッとその大会その2か月ぐらい前からや,やってもいいよってなりそうな気がしてるんであだってそれこそエリクソン監督、うん、ラツィオの監督自体イングランドのあそうですよね。 大変なもうイギリスイングランド行って戻ってとかって二、うん、足の話されたから僕はありだと思いますよね、うん、面白いじゃないですかで面白いしなおかつやっぱりその4年間代表に行っちゃうとクラブチームの監督マーケットから外れちゃうじゃないですかははは特に日本に行くとかってリスクなのでそう考えると、うん、じゃあ ね、今回11月にあるんで、9月、10月ぐらいからちょっと日本代表やってもいいよって、監督だったら出そうだなと思ってると、いやいや、そういう意味で、例えばイタリアで若くて優秀で、日本代表、こんな人もいるよみたいな監督って今います、相手の人。イタリア人ですかはい。デゼルビ。おー、そっかそっか。 それこそ、いた、今フィオレンティーナ、イタリアの監督と,とかます、ね。へえ<ー>、あ、イタリア。そうっすね。え、デゼルビさん、今フリーですか。今はシャフタールなんですよ、うん。どうでしょうね。シャフタールは、ああいう状況になってるので、ちょっとどうなるか。まあ、なかなかね、道義的に、やめますってできないじゃないですか。うん、なんか、だから、まあ、例えば。 クラブ側がね、リリースするんだったら、まだ話は別ですが、うん、契約は多分残ってらっしゃると思うので、どうなんのかわかんないですけどね。で、ゼルビーさんとか、まあ、以前僕、ラニエリ監督にお話伺った時に、うん、やっぱり小沢さんおっしゃったように、うん、やっぱヨーロッパの舞台から離れるっていうのは、ものすごいリスクって感じるみたいですよね。そこはやっぱり、なんか、うん、そうね。だから、ちょっとだから、日本って、地理的なところで、 ですよね、はい、でもそういうデゼルビ監督、例えば1か月間ワールドカップだけお願いしますみたいなんだって年、じゃあまあ、年俸じゃないから、まあ2か月で3億円とかだったら可能性あるありますかいや、全然やる人いると思いますよ。年 <laughs> 称だってやるんじゃないですか。<laughs> うん、そっかそっか。いるんじゃないですかリッピさんとか。まあ、ないかな。リッピさん一回中国やっちゃったからもうないかもしれないですね。リップさんとか うん、まあい、いなくはないんじゃないですか。でも、やっぱ、イタリアもだいぶ、その監督で人事で言うと新陳代謝してますよね。そうですね。それは、まあ、確かに、うん、あの、新陳代謝してるのはありますね。そこは、の要因は、やっぱ、フロントも若返ってるってことなんですか。その s、s ス、エとか、レベルで。 えっとね、そうですねあの、結構若いスポーツダイレクター、確かに増えてきましたね。うん、あんまり昔知らない人がどん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 入ってきたっていうのはあるかもしれないです、うん、やっぱりイタリア人はなかなか難しいのは、イタリア人コミュニティに頼るケースが多いですね。ポトラムのパラティッチさんってもともとユベントスの、大概イタリアから取ってきますから、なんだかんだで。だからそういう意味では、うん、イタリアコミュニティを結構、徴用する傾向にはあるかもしれないです、ね。なるほど はい、だから我がバレンシアもガッドゥーゾがイタリアコミュニティから呼んできて、まあ別にポリターの来てくれるんだったら全然いいんですけど <laughs> <laughs> もと、ね、もとね、イタリアコミュニティが多いあ,、まあ、ありますからね、ラーニエル監督も2回もやってますし、はい、アルボーにもいましたんで,でもねえ、あれ、カップ戦取ってますよね、グラーニエル監督確か。そう,そうです、そうです。99年、コパデルで取って。取ってますよね。そそそうそうそれを知ってますよ 僕、バレンシア一回行ったことあるんですよ。あ、そうなんですか。アニエリ監督の時に、フィオーレもいたかな。おお、あの時期か。じゃあ、ディバイアとかコラーディとかがパーンと一緒に来たときあたりじゃないですか。そう、で、日本も来たじゃないですか。あ、来ました、来ました。はいはい。その時だから、ホテルまでも行きましたよ。おー、滞在先まで。日本で鹿島と、ね、新潟とやったのかな。そうそうそう。だから、そういうバレンシア行きましたね。うん。はい。ねクーペル監督の時き一番強かったですよね。そうですね。 あもう本当もうチャンピオンズリーグのベスト4常連で、そそうですそうでですす、うん、クーペル監督の,の胸を叩くとか好きだったんですねニュージョンの時<ー>叩くじゃないですか、たたきますね、確かに。でいやでも、昨シーズンのローマのようにバレンシアもまたヨーロッパのカップ戦でファイナル行ってくれるのはいつかない、ね、いやいや、必ずでもサッカーで回るから <laughs> サイクルありますかますよねサイクルがあるんで、うん、必ずだから愛するクラブを応援し続けると。うん 幸せなことありますよねそうですね。レンガル電強いと面白いんじゃないんじゃ面白くないんじゃな,かなあ確かに確かに。うん、レアルとか強いとこすごいなと思って面白いのかなと思って強すぎちゃって。<laughs> いや大丈夫です。そんな強すぎないんで大丈夫ですよ、パドリーボ。<laughs> アンチョティカンとかずるいですよね。そういうとこしかやらないですから。いや,いやアンチョティカンとかすごいですね。貧乏くじ引かないんで。確かに。あのカンとかで、ね、貧乏くじ引かないですよ。まあでも。 すみません、ちょっとなかなかと、とんでもない、とんでもないです。出していただきましたけども、ももちょっとこれリきっかけに、ーー北川さんにはお話聞いていきたいと思うんですけど、今日は北川さんの、えーまあ、なかなかね、普段まあウィキペディアには載ってるんですが、もうちょっと深掘りしたいなと思いましたんで、北川さんがどういうキャリアをね、はまれてね、ね普段サッカー以外もいろんなお仕事されてるんで、いろいろお話し,しましたし、 セリアの中継とか、今後の、ね、日本における海外サッカーの中継の未来について、いろいろとお聞きしました。北田さん、今日は本当にありがとうございました。すみません、脱線してすみませんでした。ういま,すまた、よろしくお願いします。まお願いします。お願いします。ありがとうございま,したいします。